成田新幹線。成田新幹線とは、東京都千代田区の東京駅から、千葉県成田市の新東京国際空港、現、成田国際空港まで結ぶ予定だった新幹線で、ある。1976年、昭和51年度の開業を目指して建設されて、いたが、沿線自治体の建設反対運動が激しく、用地買収が進まなかったため、開業することなく、工事、 共用が中止となった未成線である。日本国有鉄道による先行工事は1974年昭和49年に着工された。しかし1970年代中盤から後半の日本では新幹線は騒音、振動の公害問題の批判対象の一つであった。経由地となる東京都江戸川区や千葉県東葛飾郡浦安町、 浦安市の住民が都市計画の阻害になる点や当時の騒音問題になりつつあった名古屋新幹線訴訟を取り上げさらに通過するだけで鉄道駅がないなど地元にとってのメリットが解無という理由で猛反発した。特に江戸川区は当時の運輸大臣を相手に工事認可の取り消しを求めた訴訟を行い最高裁判所まで争った。住民のみならず 革新知事の見延良吉東京都知事が計画の凍結を主張し、友の武人千葉県知事も、成田新幹線に絶対に反対ではないが、現在の計画には賛成できないと難色を示した。また、市川市、船橋市、浦安町の各市、町議会では反対の決議も採択された。このため用地買収も、ほとんど行えず、成田新幹線計画は暗章に乗り上げた。 また、成田新幹線が新東京国際空港の象徴として受け取られ、三立化闘争を展開していた空港建設反対派、三立化、芝山連合空港反対同盟からの反対も大きかった。完成予定の1976年、昭和51年はもとより、新東京国際空港開港の1978年、昭和53年に開業することも、 不可能になった。新東京国際空港開港から5年後の1983年、昭和58年、成田新幹線の工事は凍結された。先行工事だけで900億円以上を投じたが、結局、着工できたのは、東京駅の一部と千葉県成田市の土屋地区、成田駅から北へ、約 2km、成田線との交差部から新東京国際空港までの、 路盤、トンネル及び成田空港駅までの約 8.7km における設備だけであった。それ以外にもわずかながら建設用地の買収などが行われた。1986年、昭和61年、日本国政府は再開は困難として成田新幹線計画を断念した。1987年、 昭和62年の国鉄分割民営化の際に旅客会社が鉄道事業を経営しないものとして運輸大臣がめるものとされ成田新幹線にかかる基本計画が執行し1972年昭和47年までに運輸省が告示した新幹線路線の中で唯一の未成線となっている成田新幹線の計画が遅滞していることにより 東京都心と新東京国際空港、成田空港が鉄道で直結していない不便な状態が続いたため、成田空港アクセス鉄道問題は他の解決方法も模索されており、1982年、昭和57年、新東京国際空港アクセス関連高速鉄道調査委員会が当時の運輸省に以下の3案を答申した。1984年、 昭和59年、運輸省は B 案、北総線延伸を採択し推進すると決定した。先行したのは C 案だった。1987年、昭和62年5月、当時の運輸大臣の石原慎太郎が、成田新幹線に使用予定だった設備と用地を活用し、京成線と JR 線を成田空港に乗り入れさせる上下分離方式を指示した。 翌1988年に、成田空港高速鉄道が設立され、第オ旅客ターミナルが開業する前年の1991年、平成3年に、成田線、空港支線と、京成本線、小牧屋分岐点成田空港駅間の形で、現実した。一方、B 案は、東京都心と成田空港の高速輸送計画として、京成成田空港線、 成田高速鉄道アクセス株式会社に受け継がれる形になっている。京成成田空港線は2010年、平成22年7月17日に開業し、同時に時速160キロメートルの高速運転が可能な AE 型2台によるスカイライナーの運行が開始された。以上の2案が2010年までに実現し利便性が飛躍的に向上したのみならず、 さらに都心直結線、京成押上線押上駅から新東京駅、丸の内中通り地下京急本線線学寺駅も本格的に検討されるようにり、これが実現すれば東京駅から成田空港までの所要時間は成田新幹線で検討されていた所要時間と2分差となる。所在地の地名は計画時点のもの。現在の空港第二ビル駅に相当する。 鉄道駅は成田新幹線では計画されていなかったものの、将来第二ターミナルが完成した際の駅設置を考慮した構造、ルートで建設された、当時は現在設置されている第三ターミナルの計画は存在していなかった。京成本線の京成成田駅小前の信号場、空港第二ビル駅成田空港駅間は、 成田新幹線のルートが具体化する前の段階では、京成電鉄が新空港線として計画していた区間である。当時の計画では、現在の空港、第二ビル駅、成田空港駅の位置に、当初から京成電鉄の駅として、第二ターミナル駅、第一ターミナル駅の建設がそれぞれ予定されていた。しかし、成田新幹線が計画されたことにより、 新東京国際空港公団が、京成の空港ターミナル直下への乗り入れを認めなかったため、成田空港駅も当初予定されていた位置とは、離れた場所に建設された、現在の東成田駅。一旦白紙になったこれら計画駅は、その後、成田新幹線として整備が開始されるも中止になり、その後、JR 京成電鉄の乗り入れに転用された。 千葉ニュータウン駅は当初設置の予定はなかったが、国鉄の途中駅なしでは、採算性に疑問という主張を受けて、千葉ニュータウン内に設置されることになっていた。設置予定地は、現在の北総鉄道と京成電鉄との共同使用駅である、千葉ニュータウン中央駅の位置と同一である。将来的には、東京駅から新宿駅までの延伸構想もあったとされる。 新宿駅では、当初同駅をターミナルとする形で計画された上越新幹線と接続し、同線と直通運転を行うことも想定されていたと入れ、東京駅のホームの場所型路線と離れた丹野橋通りの地下とされたのも、新宿延伸が良いという理由があったとされる。なお、この成田新幹線東京駅のホームの位置は、同一駅ではないものの、 当時の国鉄と路線の東京駅より徒歩県内にある当時の永団地下鉄東西線の大手町駅との間の距離よりも長い。東京成田空港間を速達型の列車で最速30分、最高時速 250km、標準時速 130km、千葉ニュータウン駅停車の各駅停車型の列車では35分で運転することが予定されていた。 なお2018年現在、空港第2ビル駅までは、東京駅から成田エクスプレスで50分、日暮里駅からスカイライナーで36分で、成田空港駅までは、東京駅から成田エクスプレスで53分、日暮里駅からスカイライナーで38分で結んでいる。列車編成は開業当初は、荷物車1両を含んだ6両編成で運行し、 将来は12両編成まで対応することを検討していた。成田新幹線の路線計画は、線形が最急勾配15パーミル、一部19.8パーミルで、最小曲線半径が基本4000メートル、地形上やもうえない場合300メートルとなるよう、以下のルートが選定された。将来の新宿方面への延伸を考慮し、 東海道本線と丹夜橋通りが交差する地点、東京駅有楽町駅間のほぼ中間の地下に、成田新幹線用の駅施設が計画された。国鉄により、現在京葉線への乗り換え通路として使われている通路の一部が建設されたが、乗り場部分の実際の掘削工事には着手されないまま、1983年の工事凍結を迎えた。その後 JR 東日本により、 京葉線の駅施設の建設工事が同じ場所で新たに開始され、現在のプラットフォームその他施設として使用されている。成田新幹線用に検討された用地を活用する形で京葉線が建設された。このためこの区間のルートは現在の京葉線とほぼ同一である。なお、用地を流用しただけであり、京葉線用のシールドトンネルは新規に掘られたものである。 総武本線越中島貨物駅の西側で地上に出て、東方向へ、ほぼ直進し、荒川を渡ったあたりから原木中山駅付近まで、東京メトロ東西線に並行する予定だった。原木中山駅の北側で、東西線から少し離れ、現在の千葉県船橋市本郷町付近から、中山競馬場の南東側まで、長さ 1.8km の地下トンネルを通り、 トンネルを抜けた直後に、武蔵野線の下をくぐる予定だ。北東方向へほぼ一直線に進み、新京成電鉄新京成線の三崎駅付近を通って、現在の北総鉄道北総線の小室駅と千葉、ニュータウン中央駅のほぼ中間で、北総線に合流する予定だった。千葉県が確保した鉄道用地を使用する予定だった。千葉県は、 千葉ニュータウンの造成工事の際、ニュータウンを東西に横断する福々線分の鉄道用地と北千葉道路の用地を確保し、当初の計画では、新鎌ヶ谷小室間で、北総開発鉄道、現、北総鉄道北総線の第一種鉄道事業区間と千葉県営鉄、道北千葉線、未成線、2002年3月31日免許廃止を並行して整備し、小室、 実際は、小室、千葉ニュータウン中央間のほぼ中間、インバ日本ホ大ン間では、成田新幹線と、北、千葉線、現、北総鉄道北総線の第二市鉄道事業区間を、並行して建設することになっていた。北総鉄道北総線の北側に並行して、成田新幹線用の敷地が、空き地のまま残っていたが、2017年、 平成29年に大規模太陽光発電所、ソーラーパネルが開設された。また、千葉ニュータウン中央駅に隣接して、成田新幹線の千葉ニュータウン駅、東京駅起点 37.7km 地点が設けられる予定だった。陰馬日本遺体駅の北側から、現在の京成成田空港線、成田高速鉄道アクセスと、並走するようなルートを取る計画だった。 インバルマの東側、八代付近には、車両基地、成田総合車両基地の設置が予定されていた。また、現在の京成成田空港線成田湯川駅等の単線に当たる区間は、成田新幹線では、ほぼ直線で、土屋付近に到達する予定だった。1983年、昭和58年の工事凍結までに、成田市土屋地区から、 成田空港まで降下、地下トンネルによる路盤が完成している。トンネル工事では、日本国土開発が開発したプレライニングサポート工が初めて採用された。成田海港に千葉港からの航空燃料用パイプラインの付設が間に合わなかったため、1983年に完成するまで燃料中継基地が土屋地区に置かれ、市原、 鹿島からのジェット燃料輸送用の貨物列車の受け入れを行っていた暫定輸送。土屋空港間はパイプライン輸送。パイプラインが稼働を開始して燃料輸送の役目を終えた後、施設はしばらくの間放置されていたが、1991年、平成3年に開業した成田空港、高速鉄道線に転用された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。